どうもじゃラジコどうです。また今日もちょっといいですかね。いつもの変な話ですよね。まあ、また僕の知り合いの話なんですけれども、結構無口でシャイな知り合いがいるんですけれども、で今度そいつが飲み会に行くというふうに言ってて、で今度こそ彼女を捕まえたいっていうふうに言ってたんですよね。で最近ひょっこりはん流行ってますよね。でひょっこりはんのネタを一発やりたいみたいな、それで女の子をなんとかゲットできないかなっていうこと言ってたんで、で僕もまあ話聞いてて、まあ、ひょっこりはんじゃちょっとパンチが弱いのかなと思ったんで、まあそいつにもっこりはんでどうだっていうふうに言ったんですよ。でそしたらそいつもいいねっていうことを言ってたんで、でそれで飲み会に行ったらしいんですけども、まあ、さっきも言ったように無口でシャイなんですよそいつ。ですんで、まあ飲み会が始まってワイワイやってるところに、まあ、全然喋んなくて、でいきなりはいもっこりはんって突然言い出したんで、まあ、周りもちょっとびっくりしますよね。全然喋んなかったやつがいきなりもっこりはんってだけ言ってるんですからね。まあもちろんそんなの全然ダメですよね。まあもうちょっと僕喋るやつかと思ってたんですけども、ダメでしたね。でまあそいつはちょっとへこんで、まあ飲み直しでキャバクラに行くっていうことを言ってたんで、でキャバクラには行ったらしいんですけれども、まあ、ちょっとお酒を飲みすぎちゃったのかもしれないんだけれども、出しちゃいけないところをですねひょっこりはんやってたみたいで、まあお店から追放されたそうです。ダメですよね。なんて言ったらいいのかな。僕童貞なんですけれども、まあそいつも童貞なんですけれども、童貞が童貞に相談をすると皆さんどんな答えが出てくると思いますか。基本とんでもない答えですよね。夢物語のような、まあ、くしゃくしゃなことになるんですけれども、まあ実際そんなノリですよね。ですんで恋愛でもラジコンでも経験者に相談するのが一番いいと思います。さて今日本題なんですけれども、これですね。じゃじゃーん、わかりますかね。スピードガンです。ドリフトのラジコンでスピードを測るっていうのは多分あんまりみんなやったことないんじゃないかなと思ってちょっと用意しました。で実際何キロぐらい出てるのかなっていうのを測ってみます。で説明書ですね、こういう説明書があるんですけれども、によると、測れるスピードが16キロ以上になってるんですよね。ちょっと不安ですよね。ドリフトのラジコンで16キロも出てるのかな。その辺のところをちょっと見ていきたいと思います。あともしよろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。42だよ。さあ42シビック、はい39、
あ、もみじさんガチマシン出してきた。大人げないよ。あー、もみじさん39。さ、もみじ君もガチで練習中。44。今自分で速い。今44だもんね。お、44。44。43。森田君今43だったよ。さすが横もワークス上手いね。スピードが瞬間にバンって振るとスピードは多分あの鉄分そうあれがちょっと上がる。多分まっすぐ抜けようとしてバーンっていってもそんなに上がらなくて、うん、そうでも鉄を振った時とかはよいしょって振った瞬間にここに来るようにするとスピードが、ね、4、5キロ上がるんじゃないですよね。上がる。さっき僕メイクタイム突っ込む手で、うん、バーってまっすぐ行ったら全然36キロとかなって。あとね、多分ね、あの見ろって思ったんだけども、この立ち上がり一気にスピード乗せれるやつは速いね。ああ、うん、結構綺麗にスルスルスルって行こうとするマシンはそこまで出るなっていう感じで、こういうやつで撮ってます。スピードがよくさっきこれもあるやつね。そうですね、これ僕よく使ったことあります。はい、目指せ50キロ。目指せ50キロ。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。どうも。森田選手に42キロ出ましたけど、一言お願いします。一言。もうちょっと出したかったです。さ、実際に測りました。皆さんどうでしたでしょうか。思ってたよりも全然スピードが出てましたね。でも実際、まあ、40以上とかっていうスピードも出てますんで、まあ、今後もですね、まあ、スピードガンですね、ちょこちょこたまに測って遊んでいきたいと思いますので、もしよかったらラジコンのところに遊びに来てください。よろしくお願いします。44 44出たけど、ボディバキバキになっちゃうよ多分。